ワンボールツーストライク。さあ得点のチャンス終盤、川崎コールが続いています。さあ対するのはダルビッシュ。ワンボールツーストライク。さあここは一旦、今のもね、どうなんでしょう、今田がね牽制かけてますよね、はい、そして今何かあの川崎が球審、あ、今ボークじゃないかってことですね、ボークではないかということでしょうか、はい、さあ秋山監督が出てきました。ワンボールツーストライクです。さあ抗議が続いています。さあ今の場面なんですが、まあ今のどうでしょうか、今こうスローで見ると動いてますね、はい、さあボークではないかということで秋山監督が抗議をしています。8回の裏のホークスの攻撃、まあ、こういった細かいところがやはりあの得点に結びついてますよね。そうなんですよね、まあ、それだけにやはり、まあ、抗議をしています秋山監督です。ワンアウトランナー二塁、バッター川崎という場面です。ワンボールツーストライク。さあまだやはり抗議は続いていますね。今のも 見れてないんですよね、はい、秋山監督が下がっていきます。さあ再び川崎が打席に入っています。ワンアウトランナー二塁です。